赤組7勝尾藤明選手6段大和町在住剣道を始めて20年皆様のおかげで今日まで続けてこられました。今後は豊泉先生のように80歳を超えても剣道ができるように健康に気をつけて修行したいと思います。皆さんの協力をお願いいたします。白組7勝臼田道義選手練習6段大和町在住小学5年から始めた剣道、現在は少し練習をサボっていますが、これから時間が空くと思うので無理のないよう子どもたちと稽古していきたいと思います。